じゃあ行きましょうか。はい。はい。行きましょう。はい。はい。RC 東郷。はい、こんにちは。ラジコンどうもです。どうもです。ケンブロです。はい。スペシャルゲストのケンブロさんですよね。はい。はい、よろしくお願いします。まず始める前に、はい、ケンさん好きな女性のタイプは自分ですか。まあ、どっちかというと、まあ、愛嬌のある女性が。ああ、芸能人で言うと。芸能人で言うとね、もう今ちょっと消えてしまったんですけども、はい、お笑い界の、オセロの中島みたいな。よかったですよね。そうですね。ちょっとプリッとした、あ、はい、ブラマーな感じ。健康的な感じの女性が好きってことですね。そうね。はい。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。でね、今回新商品があるっていうことでね、はい、ぜひともまた紹介願いたいなっていうふうに思ってるんですけども、はい、で、はい、そちらのマシンの方がね、はい、こちらの方になります。はい、こちらです。はい、ネルフィス R、はい、ですよね。はい、これいつ出てきたんでしたっけ。ね、先週末ぐらいにデリバリーが、開始されて6月末ってことですね。そうですね、はい、はい、ぐらいに開始されて、まあ、僕らはちょっと先にですね、ちょっとまあ開発名目というか、まあ、先行的に、はいはい、まあ、各部のチェックですとか、はい、まあ、そういったものをですね、先行的にやらせていただいてます、はいはい。じゃあもう検査をチェックしてるってことはもう厳しい審査を通ったっていうマシンであるけど間違いないですよね。はい、わかりました。はい、じゃあちょっと細部の方撮っていきたいんで、はい、僕ちょっとハンドカメラを撮ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあマシンの方、こちらの方ね、はい、よーく見ていきたいと思います。まずどの辺が特徴なんですかね。そうですね、今回はですね、はい、VX ドック2ということで、はい、こちらです。まあ、スライドラックが、湾曲のタイプに、変わってます。あ、なるほどなるほど、はい、これ良さそうですね。すごい。そうですね、まあ、アルバイトの方も硬質アルバイトの処理で、はい、まあ、こういったじゃあのいぶし金みたいな色のアルバイトがあると思うんですけども、非常に表面の強度がですね、はい、硬質になっている、なるほど、対摩耗性とか、そういったものに非常に強いものになっています。へー、はい、じゃあこれ耐久性もバッチリで長持ちもするっていうところでいいですよね。そうですね、以前のものはですね、ベアリングサイズも、はい、630かな、はい、非常に小さくて、はい、ベアリングに負荷が大きかったんですけども、まあ、今回はですね、840なのかな、はい、ちょっとサイズが上がって、支持する面積というか周面積が大きくなったので、回転する 回数も、スライドラックが、はい、作動する時の、距離が円周、まあ、が長いのもんですから、非常に、強くなってる。なるほどなるほど。というところですね。はい。じゃあ耐久性も高められたということですね。そうですね。プラススムーズな、この回転作動。これ見るとすごいスムーズなんですけどね。そうですね。非常にスムーズに。調整も、ちっちゃくないので、非常にシビアではなくて、はい、楽に調整がしやすい。わかりました。いうところもいいと思う。じゃあこれおすすめですね。そうですね。はい。はい、じゃああと次に特徴としましては、そうですね。あとはですね、まあちょっとフロント周りはですね、はい、まあサスタワーが、はい、5段階ぐらい全体なんですけども、上下動、調整幅としては、これ高さ変えれるんですか。変えられます。でアッパーアームの取り付け位置は基本的には、はい、まあ、YDK にほぼほぼ一緒の取り付け位置に来てまして、はい、さらに、5段階、1.5 ミリずつの高さが5段階に、はい、微調整できます。へー、はい、これいいですね。そうですね、まあ、ちょっとダンパー調の関係とかいろいろあるんですけども、少なからず調整の幅は、広がっているというところですね。はい、いいですね。これいろんなことができますね。そうですね、いろんなことできちゃいます。いろんなことができますね。みんな好きですからね、はい、いろんなことができます。そうですね、穴もいっぱいいろいろ開いてるんでいろんな穴が使えます、ね、いろんな穴、もう全部だな。この黒いのもね、エクステンションで、あ、これですか。はい、本来は、前から見ると、ここに穴が一つ開いてるんですけども、まあ、このスライドラック上にも、本来は付けられます、はいはい、でこの黒い部品は、これはオプションで別途売ってるものなんですけども、はい、これを付けるとさらに、幅だとか、はい、まあ、その辺が調整できる。なるほど、だからここは YD
2とかのスライドラックと長さが同じものにも合わせられるし、なるほどなるほど、まあ、その他もろもろナックルアームに調整をまあいろいろ合わせられるというところも、はい、今回セールスポイントかなというポイントです。なるほど、いいですね。はい、はい、じゃあ次のお楽しみは、そうですね、あとは、まあ、リア周りですね。リア周りが、はい、今までにないようなちょっとレイアウトでサスタワーのど真ん中に、まあ、こう上から見るとこうですよね、ど真ん中にモーターが来てると、はい、これいうのは見たことないですね。そうですね、まあ、海外で、まあ、似たようなのは、まあ、あるのはあるんですけども、まあ、基本的に、まあ、サスタワーがこれ一体で下をカーボンで通ってるんですけども、はい、まあ、厚みも厚いですし、剛性もまあそれなりです。なるほど、はい、結構これ厚いですよね、カーボン。そうですね、まあ、ラップアップではこれぐらいの厚み、4ミリ厚かなぐらいの、まあ、割とサスタワーに過去にも使ってはいるんですけど。なるほどなるほど、はい、モーターをここに置いた理由っていうのはやっぱり軸。そうですね、最近この肉 の, ラジ取りもですね、はい、車速が非常に上がってきてて、どん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 やっぱりトラクション、まあ、駆動力ですよね、はい、が非常に皆さん欲しがってると、はい、いうところから、やっぱりこのリアの面圧をですね、高めて、トラクションとしては伝えるというところに、まあ、ちょっと着眼して、はい、今回の開発コンセプトとしては、まあ、作ってると。で、まあ、YD2 とかの、まあ、横置きのモーター、はい、非常に、まあ、自分たちも横物のシャーシーも、はい、ベンチマークとしては、まあ、使ってるんですけども、横置きはやっぱり縦方向への蹴り足は非常に強いと思います、はい、で、まあ、それに対して、まあ、縦置きの方が、まあ、不利な面もあるとは思うんですけども、やっぱりこの縦方向の、マウントによって、うん、ロールの誘発だけじゃなくて、やっぱりその旋回性能、はい、クッシュアンダーとか、うん、そういった部分のちょっと、フィーリングが違うというところから、まあ、横置きと縦置きとのその違い、はい、まあ、横に走りながらドリフト横方向に旋回していくので、うん、まあ、こういった旋回方向へ向かう、力が、まあ、抜きやすかったり、斜め方向に進むような力が、うん、フィーリングとしては良いのかなと。なるほど、いうところから、まあ、ちょっとこのネルフィス系のね、うん、伝統である、まあ、もともとはドリパ系から の, はい、発展な、なんですけども、今回はそれにさらにトラクション性能を非常に高めると。なるほどなるほど、なおかつロール方向への動きだとか、はい、まあ、車の 3D 的な動きをですね、はい、まあ、演出しようかなと。なるほどなるほど、いうところに対して、こういったもマウントに、してます。なるほど、はい、わかりました。あとは何か。そうですね、あとは、まあ、基本的にこの、まあ、コンバチ3というのシャーシ自体が、はい、まあ、YD のマウントとかも、はい、ついてる板で、今回は、まあ、このネルフィス R に対しては、まあ、ドリパケ系 の, バルクユニットがついてるんですけども、はい、まあ、これにも当然使えますし、ヨコモの、YD2 系の、まあ、ミッションも、まあ、ポン抜けでついてしまうと。あ、なるほどね、はい、まあ、そういったバリエーションもですね、はい、非常に広く使っていただけ る, なるほどシーンかなとは思います。じゃあなかなか二度おいしいような、まあ、これ飽きたらね、ちょっとまた違う、ユニットを乗っけて走るもありだし、なるほど、まあ、そういったいろんな使い方がですね、なるほど、あるので、まあ、その辺はユーザーさんの、いろんな発想だったりアイディアで、いろいろ作るものではないかなとは。そうですね、いろいろ試すといい感じですよね、はい、そうですね。ちなみにこのカーボンの厚さなんですけれども、今回も、2ミリです。2ミリいいですか、はい、まあ、軽量、に対しての、まあ、流行りっていうのもあるんですけども、まあ、それだけじゃなくて、やっぱりこのロール方向への、はい、剛性感だったりだとか、まあ、その辺の、まあ、適度な、ロール剛性、なるほどなるほど、が、まあ、得られると。でちょっと僕はこれちょっと裏技的なものなんですけども、バッテリーホルダーを2枚重ねて、はい、ちょっとここだけでも厚くしてですね、実はこの辺の剛性はロール剛性をちょっと高めたりしてて、まあ、この辺は好みになると思うんですけども、まあ、非常にその辺はこういったアイディアで、いろんなバリエーションだったり、ロール剛性も試せるとか、はい、るそういうところもちょっといろいろできると思います。
はい、はい、分かりました。あと何か伝えることはありましたっけ。そうですね、あとはまあまあ一応この車両はまあほぼほぼまあラップアップのまあ商品で、はい、まあ、大体構成されてるんですけども、まあ他のね、あのヨコモの部品も使えますし、いろいろある程度汎用性のあるものがいろいろついてて、あの、はい、付けられるので、ええ、まあ、それもあのいろいろ穴はちょっと多めに開いてるんですけども、うん、まあ、いろんな穴が試せるので、あ、いろいろと ね、 あのね、付け替えてみて、フロントはねヨコモさんのラウンドリー付けるっていうのもありでしょうし、はい、まあ、いろんなあのことができると思います。まあいろんな穴があって、はい、そうですね、いろんな可能性が試せるという、そうですね、ですよね。俺もまたあのいろいろ楽しい写真だと思います。すいません、なんかケンさんにこんなこと言いました、ね、いえいえ、もう嫌いではない、嫌いではない、はい、いやもう、そうジムカーナーで5回チャンピオン取った人にこんなこと言わすぎるから、いやいやいや、もうあのザックバランにザックバランフランクに行きたいと思いますので、分かる、あの今後もですね、うん、まあいろいろあのシャーシもですね、いろいろ開発していきたいと思いますので、はい、まあ、ラップアップとしてもまあ戦闘力の高い、はい、あのなおかつあの楽しめる面白いシャーシを、はい、目指していろいろ開発していきたいとは思っています、はい、はい、以上ですかね。そうですね、まあそんなとこですかね。はい、ありがとうございました。で、あとちょっと最後なんですけども、うん、あのいろいろまたいろんなあの考えで、部品の方もですね、いろいろちょっと今構想がありますので、まあまた交互期待でいろいろこのバージョンアップ的な部分で、はい、いろいろやっていこうと思ってますので、こちらもまたお楽しみに。わかりました、はい、はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。